さあ皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドボディから新しい外装コンプリートカー製作シリーズをお伝えします。そろそろ車が届くところなんですけれども、まあ、したいと思います。来た、来ました。そして通り過ぎました。さようなら。さあ仕切り直しましてやってまいりました。こちらの積載車、ボンド名古屋飯村店長が運転しております。今回製作シリーズの車、こちらでございます。なんと新型レンジローバー、ライライ。やべえこれ。さあそしてもう詳しい人はパッと見てわかるでしょう。なんと SV でございます。これは楽しみだな。これをちょっと今から下ろして、まあ、どんなエアロパーツがつくのか一緒に並べてワイワイやりたいと思います。お疲れ様です。今さん遅刻です。混んでました。めっちゃ混んでた。マジっすか。じゃあこれを下ろしてちょっと、はい、パーツの、はい、ラインナップと、はい、まあ、軽くフィッティング確認しましょう。はい、よろしくお願いします。それでは改めまして、はい、自称改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回新しく始まる制作シリーズ、はい、並べてみました。こんな感じで、はい、で担当する飯村さんに、はい、車とパーツ紹介してもらいたいんですけれども、はい、まずはお決まりのオーナー様に触れていきたいんですけども、オーナー知ってます。知ってます。さっきの話の流れで。そうですね、触れます。触れます。あ、そうです。はい、あの数々いろんな車をカスタマイズされている、はい、もう超上級者。そうですね。で兼あの重症患者。はい、超重症患者。あのノーマルの車って乗られたことってないないですね、僕が知る限りは。というわけでそんなお客様が今回ベース車に選んだのがこちらの新型レンジローバー、はい、しかも SV です。今回のはショート、はい、ショート。こちらをベースになんとこちらもう箱が見えちゃってますけども、はい、マンソリーのもうフルエアロ、はい、外装コンプリートにすると。でしかもマンソリーって言ったらこう基本のキット以外に小物もいろいろあるじゃないですか。はいはいはい。今回はもう全部盛りなんですよね。全部盛りです。というわけで、まあ、一種の完成形が今回見れるんじゃないかな、はい、ということで、はい、まずはじゃあ車から見ていきましょうか。はい、今回お車はオーダーでのお車ではないんですよね。ないです。国内に在庫があったものを、そう、急遽これやることになったんで。え思いつき、もはや思いつきで。そんなことありますやることになったんで、はい、とりあえず今ある中古車、全国の中古車の中からこれって分けてもらって今回ベースで。当然その装備だったりだとかカスタマイズベースですからボディカラーだったりとか、はい、まあ、いろんなものある中から選んだと思うんですけど、すごいの選びましたね。いやもうこれしかないから。今若干の間がありましたけど、なんとこちら純正のマットカラー。はい、純正でマットです。これシルバーって言えばいいですか、チタンって言えばいいですか。ね、ガンネタっていうかシルバー、まあ、シルバーじゃないですよね。そうこちらのマットのボディから、はい、これっていうのは正直カスタマイズベースとしてはかなり難しいかなと思ったんですけど、いや本当に我ながら後悔。やっちゃったなって感じなんですか。それはもうカスタマイズした時に映えるようにってことなんですか。そう、もちろんその、まあ、外装の色と内装の色ってなかなかこうね自分の好みズバーンっていうのが難しいんで、で今回こういうそのボディキットが割と派手なんで、あんまりこう黒とか白とかっていうよりはちょっと変わった色でやった方がちょっと上品さが残るかなって。なるほどなるほど。マンソリー結構あのコンプリとかデモカーもそうですし、結構お客様に納車する車も割と個性的なこう外装だったりするんですよね、はい、なんでまあ白は白、黒は黒のかっこよさあると思うんですけど、今回はこのベースがすごいマットカラーになってると、はい、そしてこの後見ていきたいんですけど、はい、内装もかっこいいですね。これ内装むちゃくちゃかっこいいです。これは珍しいですよね。珍しい。そうですよね、はい、なんと真っ白白の内装ということで、こんな車をベースにいじると、
で、難しいと思うのは、最初車届いた時も言ってたんですけど、よく見るとグロスとマットのコンビなんですよ、車が。そんな車ないよ。ない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 。まあ確かに他のゲレンデとかでもマットだったらもう全部マット。そう。だからその一番下、腰下が全部ぐるっとグロスブラックで、でそこからボディがマットで、A ピラーから上がグロスブラックでなんで、グロスブラックにサンドイッチされてる。じゃあカスタマイズはちょっと難しそうかなと。じゃあ続いて、せっかくなんで内装も軽くチェックしたいと思います。はい、今回内装は触らないんですよね。触ります。はい、あ、触るんですか？え、触るんですか？シートは触らない。あ、シートは触らない。マットとか。マットと、エントランスと、はい、ペダルと、かな。まあ、アドオンで付けられる小物も。で設定されてる、はい。まあ、その辺やってるやってないで、結構仕上がりが、ね、はい、開かないです。やりたい。はい。失礼しました。はい。そして内装はこんな感じです。え、内装めっちゃかっこいいじゃないですか。めちゃめちゃかっこいいでしょ。で、これ見て、はい、これ記憶してください、はい、え、やばこれやばい、え、これめちゃくちゃかっこいいっすね、はい、そう、お気づきでしょ、分かりいただけますでしょうか、はい、前はホワイトを基調にしたインテリア、はい、レザーのインテリアなんですけど、リアに関しては今度グレーの、そうです、だからフロントのドアパネがグレーと白で、本当だ。で後ろに来るとグレー一色になってる。これめっちゃかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいい。しかもカーペットもだってグレーじゃないですか、この。そうです。ネズミ色というか。で今回そのマンソリーのマットが、左ハンドル用しか設定がなくて、で今現物のマットを本国に送って、それを加工してもらう。あ、特注でなるんで、今まあマットがちょっと出てる。それ難しいな。枠パイピングが白で。ベースがグレーとかじゃないですか。そうです。やっぱり。そうです。そしてこのシートのこれ後ろもめっちゃかっこいいですね。かっこいいでしょ。そう。ファブリックじゃないですか。そうなんです。こんなのあるんですね。あります。すごい。というわけで、はい。最近ちょっと流行りの、本革ではなくて、環境に優しい、レザー風のものを。あ、なるほどなるほど。人工のレザーなんですね、はい、これ。というわけでこんな感じの内装ベースに。はい、作っていきたいと思います。あと今回ガラスも買います。なるほど。ええぶっ込まないでください、はい、え、これ買えるんですか、はい、クリア、クリア。日本は設定はないです。あ、ないんですか、はい、じゃあ海外の設定あるやつから、はい、ただアンテナがあったりとか、はい、なんか国によってちょっと仕様が違ったりとかで、はい、何でもかんでもクリアでいいわけじゃないんですよね。だその辺なんかもいろいろ調べてやらないとハマる可能性があるということで。届いてます。あ、届いてるんですか。届いてます。じゃあこことこことリア5面7面っていうのかな、三角マーク。あ、なるほど、はい、7面全部交換する。これとんでもないのできるじゃないですか。じゃあというわけで、こういうなんかこう内装のね、この色違いが、確かにこれ見せたい。めちゃくちゃこう入る、見せたい。もう何だったら夜電気つけて走りたいというわけで、はい、そんな作業もするみたいです、はい、そしてエアロパーツの方、今回こんな感じです。マンソリーのワイドボディキット、はい、ワイドですよ皆さん。ワイド、ワイドです、はい、はい、日本1号車ですよね。そうです。新型レンジローバーのマンソリー外装、はい、1号車がなんとフルフルのワイドボディキットということで、はい、ご覧ください。こんな感じで車の形通りに今回並べてみました。はい、ですね、パーツ点数だけでちょっと多すぎていい、ね、ちょっと若干気持ち悪くなりそうなぐらい、やばい多い吐き気を催すぐらいの点数ですけども、こんな感じで、まずこれがバンパー下側、はい、これ差し込みがあるってことは交換ってことですよね。そうそうそう、あそこの純正の、そうですよね、下半分を外してこれに付け替え、これに差し替えると。で純正って結構こうつるんとした、うん、凹凸のないデザインですけども、それがマンソリーになることによって結構出ますね。結構出るね。こんな感じで、そしてサイドもこう立ち上がって、はい、これ、まあ、マンソリー最近定番のデザインではありますけど、そうだね、ここは脇がね、うまいっすよね、やっぱりこの辺、うん。そして当然ドライカーボン製なんで、はい、まあ、非常に軽量であって、あ、軽いっすね。あ、軽いんだ、はい、軽量であってて今自分で持ち上げたんですけどびっくりするぐらい軽い本当だ、軽いっすよね。軽い。ウェットだとやっぱり樹脂がぎっちりこう塗られてるから結構な重さあるじゃないですか。持ってないに等しい。ドライはやっぱり軽いっすね。軽い。そしてカーボン面も綺麗に全部揃ってると。そしてあとはいろんな小物も、これあれですか。そう、バンパーのここに、はい、ここにつく
脇のこのアドオンのパーツ、はい、これも当然ドライカーボン製で、ちなみに、はい、日本で流通しているのは輸入元のラガーということで、ラガーコーポレーションのラガーの文字が入っております。あ、こっちは細川だ。こっちは細川だということで、こんな感じのパーツもありつつの、はい、そしてグリル、はい、こちらも全交換ですよね。そうです。ただこれ不思議なのは、こっちはもうグロスのクリアが吹かれてる、はい、基本的にマンソリー、まあ、ポン付けするってことはないですからね。そうだね、塗ったりとか、塗り分けしたりとかっていうことなんで、まあ、グリルとかっていうのは、まあ、単品でも付けられるようになるんですかね多分、まあ、グロスで処理された。あとこれ光るタイプだから、もしかしたら、はい、これちょっと近くで見ていただきたいんですけど、なんとこのこれ今気軽に持ってますけど、これ値段調べたら、はい、3桁になりました車買えます。はい、買えます、はい、でここお分かりいただけますでしょうか。クリアでマンソリーロゴが抜いてあるんですけど、これが配線つないで光らせるようにするタイプということ、はい、そうです。でこれ光らないのもあるんですよね。あります。で価格表調べたんですけど、光らないと13万円ぐらい安いです。はい、はい、というわけで光らせるんだったらプラス13万円ぐらい払うと、はい、というわけで今回こちらもつけると。これってどうするんですか。内緒ですか。まだ塗り、これから考えます。はい、はい、そしてあとはオーバーフェンダー、はい、はい、ワイドボディということで、これも最近マンソリーもう鉄板デザインですよね。そう、ね、なんかこう切れてる前後にダクト風のこの切り欠きがついて、はい、まあ厚みもだいたい他のワイドボディキットと同じぐらいですかね。カリナンとかと、うんうん、どんくらいでしょう。1センチに3センチぐらいですかね、のワイドになると。ただレンジってもうボディの形が本当に凹凸ないじゃないですか。ない。だから結構後付け感は出るかなと。確かに。で結構マンソリーを紹介させていただくと、やれ派手すぎるだの、はいはいはい、やりすぎだと、はいはいはい、コメントいただくんですけど、本当にマンソリーを何だと思ってんですかって感じですよシンプルだったらマンソリーじゃないんですよ、はい、もうド派手なのこそマンソリーじゃないですか。やりきっちゃうの、もう賛否両論あるのがマンソリーじゃない。というわけでこの辺めちゃくちゃ楽しみです、はい、で当然純正のセンサーなんかも全部移植されるんで、まあ、その辺なんかの穴も全部ついてると。で開けて謎だったんですけど、これがこのつながりの、はい、そう、ここのつながりだよね。あ、なるほど。オーバーフェンダーの先っぽにつくこの辺のパーツなんかもある。はい、はい、そしてあとはレンジローバーといえばこの横のなんていうんですか、ガーニッシュ、なんだろうね、トリム、これも交換ですよね。交換なのか貼り付けなのか。これさすがに貼り付けじゃないんじゃないですか。交換なんですかね。あ、交換っぽい。あ、交換っぽいですね。こんな感じで、これ SV の象徴であるちょっとミラーっぽい、あ、なるほど、トリムをお客様は一回も見ずに買えます、はい、あ、お客様はこの車見てないんですか。見ました一回、あ、一瞬チラッと、はいはいはい、乗ってないです。というわけで乗る前にこれに変えちゃうと、はい、買えます。多分純正のクリップ移植するんだと思うんですけど、こんな感じで、はい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 、そしてここがシュッて伸びるデザインなんですね、はい、でマンソリーのこんな感じで、これもこっちはグロスでこっちはマットでっていう不思議なベースなんで、はいはい、この辺どうなるのか。塗り分けもいけそうっすね。塗り分けようと思えばそうね、確かになんかここだけ、はい、そうね、やったりとか。ちょっとこれは後々のお楽しみということで、はい、そしてサイドスカートは3ピース構造のサイドスカート、はい、レンジは確かドアについてくるんですよね、サイドスカート。あ、そう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 ですよね。そう、というわけでこんな感じで、でこれは、あ、交換っすね、これもな、だね、こんな感じで、はい、これすごいっすよね。だからすごいね。でちなみに今回のエアロパーツは全部 T200 っていう一番スタンダードなこの綾織りのカーボンのタイプで、これプラス 30% 払うと、いろんなカーボンできるんですよね。できます。で今年なんか新しいの追加されてましたよ。あ、そう。というわけで、もうマンソリーっていう時点でかなり目立つんですけど、それで満足できない方はそういったメニューも用意されてます、はい、そしてリアのオーバーフェンダーもこんな感じで、やっぱりでかいですね。リアは後ろまでしっかりつながるんで。そしてあとはルーフのスポイラー、はい、リアルーフと、これはトランクとかぶせっすよね。かぶせかな、はい、まあ、純正でも割と大きめのルーフスポイラーついてるんですけど、それがさらに結構出るデザインになりそうです。あ、ちょうどハイマウントだったらやっぱり残るんですね。あ、もう一段行く感じですね、はいはいはい。そしてリアは他にもトランクが、あ、
トランクいいですね。これちょっと合わせてみましょうか。これこんな感じで、ちなみにトランクも全部カーボン目が中心に寄ってる、こんな感じで袋になってる。そしてこれどんな感じなんですか。多分ここかな。あ、なるほど、この一段高くなってるところに。あ、これいいんじゃないですか。結構さらっと、はい、あれ純正でもカーボンパッケージみたいなのありますよね。ない。あ、ないんすか。じゃあもしつけるとすればグロスだったりボディカラーに塗ってこれだけなんてのもいいのかもしれないです、うん、そしてリアは他にもリアディフューザーが、なるほど、これは丸々交換するね。これも交換です、はい、でこのレンジ用のキット、バージョン1バージョン2があるんですよね。あります。真ん中側 のレンズが入るか入んないか、はい、レインライトみたいな、はいうんはい、レンズがランプがつくタイプとつかないタイプ、はい、まあ、この辺は好みで選んでいただいていいのかなと。ただ値段結構違うんですよね。値段結構違うというわけでこんな感じのリアディフューザー。そしてレンジといえばマフラーがもう見えないのが定番ですけど、はいはい、マンソリーのキットにするとマフラーが見えるカッターと思いきやカッターなんで、はい、蓋されてます。これがなんと、これ裏から見ると分かるんですけど蓋されてると、はい、ここは正直なんとかしてほしかった。確かに。ただもう多分どうすることもできないですよね。どうすることもできない、うん、おそらく、まあ、やり上持ってっても多分熱が結構、そうですよね。もうマフラーってもうそのデザインの一部でもあり、あの機能の一部でもあるんで、まあ、この辺はもうちょっといくらマンソリーとはいえもう時代のそうね、まあ、影響かなというわけで完全なカッターになりますけど、うん、こんな感じの、はい、そしてこれか、これですね、はい、これが何かというと、なんとここです。なんて言えばいいんですかパネル、トリム、パネルというかトリムがついてるのもカーボン、これ必要ですか。いや必要でしょう。すごいちょっとしたやつですけど、この感じ。ここだけついてなかったらこれどうしようみたいな。確かにこの色何、確かに。あ、しかもこれ純正色で、あのボディと違うんですね。そう、知らなかった。違う、なんでなんですかね。グロスブラックでもないじゃないですか。そう、どっから来たみたいな。この流れで言ったら絶対ここどこにもいないよ、この色みたいな。グロスブラックかボディ同色だろうと思ったら、なんと絶妙なガンメタということで、で今回このカーボンの、はい、はい、でここよく見ると分かるんですけど、へこんでるんで、ここにマンソリーのロゴが入る。入ります。ロゴ入れば結構見た目変わってきそうですね、うん、はい。そしてあとはもう一個、バンパーの上側のとこですか。バンパーの上側、これも、あ、これもつくんですか。こんな感じで、フェンダーとのつながりかな。あ、なるほど、こんな感じで装着されるんじゃないかなと、はいはい。これパース点数じゃ30点ぐらいですか。20点、結構ある、ね、30点というわけでこんな感じで、塗り分け的にはどうするんですか。もうボディのスタッフが特にサイドスカートを見て、これどうするのって言ってました。これ塗り分けんのって言ってました。これ山だけ出すのか、はい、下だけ出すのか、はいはい、この辺はじゃあゆくゆく、ゆくゆく、はい、ちょっとお客様と相談して。相談しないんです。相談しないです、はいはい、相談しない。僕が決めます。はい、やりたいと思います。さあ、そして今回この外装、はい、オーバーフェンダーとか小物だけじゃなく、なんとこのボンネットが、これはやばいっすね。やばい。ですね、なんと全交換です、当然。そしてさすがにこのサイズなんで、まあ、ボンネットにしては軽いですけど、まあ、そこそこ重量ありますよね、はいはい、というわけでこれも交換しちゃうと、はい、でご覧の通りレンジのボンネット、このつるんとしたボンネットが、なんとダクトが8個、はいはい、前側2個、横3個ずつで、さすがにこれはあれですよね、エアが抜けるような構造にはなってない。なってないね。ただ水が溜まっちゃったりするんで、うん、真ん中はちょっと水抜きの穴が開いたりしますけど、これに交換すると、はい、で端っこはそれあれですよね、エンブレムがつく。そう、まあ、最近ね、もうずっとこのパターンで、というわけでこれに交換すると。これ裏側ちょっと製作過程でご覧いただきたいんですけど、裏側もすごいんですよね。というわけでこれはちょっと塗るのかそのまま行くのか、ちょっと楽しみですね、はいはい、というわけでこんなボンネット交換もやっちゃいます、はい、あ、でボンネットって結構交換するのに躊躇されてる方いらっしゃると思うんですけど、はい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 、基本的にボンネットを交換してもその修復歴にならない。そう、交換歴にはなるんですね。なる、はい、だから理由があるから明確に。
だそういうふうに分かってれば、まあ、特にその車両貸し的には、まあ、著しく毀損するようなことはないということ で、はい、で、まあ、その辺も踏まえてご相談いただけると飯村店長がいろんなアドバイスできると思います、はい、だってこれおかしいですよ。だってほらこれ案の定始まってる。リアルスポイラーグロスカーボンで、はい、現場のえーっていう声とリアディフューザーグロスカーボンで、それ絶対おかしいでしょ。全部全部マットで仕上げる。今田さんもうみんな頭抱えてるじゃないですか。ここもマットで仕上げたらだっておかしくなる。羽根屋根も張る全部。これ今何の話してるかっていうと、あのプロテクションフィルムも当然施工します、この車なんで。それを、まあ、マットでいくのかグロスでいくのか、当然このパーツのどうしようもあるんで、グロスにするのかマットにするのかどうしようもあるんで、その辺を相談してると。さあというわけで、これから始まるレンジローバーフルマンスリーの紹介をさせてもらいました、はい、そして最後に3つほど聞きたいことがあるんですか、はい、まずエアロパーツは分かりました、はい、ベースカーも分かりました、はい、足元が気になります。ホイールはお楽しみに、はい、はい、じゃあお楽しみにしましょう、はい、そしてホイールといえば、はい、その内側、はい、ブレーキも気になります、はい、ブレーキは塗ります。それは色は見えないですけど塗ります全く見えないけど塗ります。あの、はい、完璧を求める男、はいはい、飯村修司は、あ、じゃあ全く見えなくなるホイールってことでいいですか。はい、です。色はお楽しみに、はい、というわけでブレーキキャリパーもしっかり、今黒キャリパーにレンジローバーロゴスだもんね、です、はい、というわけでそれもしっかり変わるんで、まあ、ぜひ。そして最後にこの車、はい、動画見てくださってる方ももしかしたら実車を見る機会があるかもしれないです、ね、かもしれない。というのは、はい、なんとこちらのお車来年のオートサロンに出展予定でございます、はい、まあ、予定ということで、はいはい、まあ、今のところですけれども、おそらくオートサロンに展示させていただいて多くの皆さんに見ていただけることになるんじゃないかなと思いますので、はい、まあ、細かいところも含めもうきっちり仕上げますんで、ぜひ会場で見てみてください、はい、でその前におそらく動画ではそうだ、ね、完成した時に飯村店長とご紹介すると思いますので、はい、そちらの動画もぜひご視聴ください。というわけでボンドチャンネルの各種 SNS とチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。